ちゃん先輩、瑠璃ちゃん先輩、今度の大会見に来てほしいんです。今度の大会、なんか予定あったっけ？スクールアイドルじゃなくてゲームの大会です。招待していただいた大会にしっかり出ようと思って。おお、すごいじゃん。姫っちクラスになると招待もあるもんね。もともと行くつもりはなかったんです。今回の招待は過去の私の実績を買ってくれてのものだったので、このままじゃとても受けられないなって。でもだからこそ今は出たいんです。そしてお二人に見に来てほしいんです。私が不調からちゃんと出したことを示したい。これなら私もラブライブに出られるんだって。なるほど、そういうことね。ゲームで大丈夫だったらスクールアイドルでも大丈夫。瑠璃もそう思ってるよ。はい、勝ってちゃんとお二人の前でラブライブのエントリーシートに私自身の名前を書きたい。だからどうかよろしくお願いします。うん、もちろん見に行くよ。何を差し置いてもね。他ならないミラクラパークのメンバーの活躍、しっかり見届けてあげよう。はい、よし頑張ります。よかったね、姫ちゃん。うん、昨日ゲーム勝ててよかったな。瑠璃がなんかミスって負けてたら今頃どうなってたかと思うとちょっと怖くなってきたな。いい先輩してんじゃん。メグちゃんこそ今回の好きなもの増やすって素敵なことだったと思うよ。瑠璃も姫っちが釣り好きになってくれて嬉しかったし、ナイスアイディアと瑠璃思う。やるじゃんメグちゃん。ま、私がいい先輩なのは言うまでもないことだしね。姫ちゃんは自分の好きなことにまっすぐだからさ、見てて可愛いし、こっちも刺激をもらえるよね。それがメンタルのせいで頑張りきれないっていうのは結構しんどいと思うよ。本人にはどうしようもないからさ、できることはしてあげたいかな。メグちゃん優しいですな。こらこら、大人をからかわないの。一つ違いだよ。ともかく先輩としてしてあげたいことはしてあげよう。今度のゲーム大会もね。そうだね。ゲームの大会ってすっごく盛り上がるんだね。姫っちのやってるゲームは決勝とかじゃないとこういうオフライン大会ってやらないんだけどね。だからこその盛り上がりでもあるかもしんない。オフライン、あーオフラインね、わかるわかる。ネットつなげばできるゲームを極限までプレイヤーに平等な条件にしてあげるのがオフラインでの対戦なんだよ。そこまで場を整えてあげるってことがプレイヤー同士の力量差がほとんどない証かな。なるほどね、知ってたけど一応ありがとう瑠璃ちゃん。どいたま。あ、見て見てメグちゃん出てきた。今日はよろしくね。うん、姫ちゃん大人気じゃん。そりゃあなんて言ったって元学生チャンピオンチームだからね。ここではミラクラパークより全然爪楊枝を知ってる人のが多いよ。ふむ、一曲かますか。やめようよ。冗談だって冗談。でも今チラッと聞こえたけど今回の大本命だってみんな言ってるね。なんか誇らしいねメグちゃん。だね、
大きくなったね、私の弟子。ゲームではメグちゃんが弟子だけど、わ、そろそろ始まりそう。試合開始だ。イメージ頑張れ。やっちゃえやっちゃえ。ごめんなさい。まあまあ、勝負は時の運ってやつでしょうよ。でもあんな風に勝つつもりで偉そうなこと言って、これじゃあ私は結局、みんな勝つために死ぬ気でやってきてるんだから、戦う以上は負けることもあるってね、ルリちゃん。ルリちゃん、姫っち、今日ゲームは楽しかった？やってる時は楽しかったと思います。大好きなゲームですし、お二人が見に来てくれて、私は今ルリ、負けた姫っちがかわいそうだなって思っちゃって。先輩、姫っちはさ、勝負が好きじゃん。それに言ってたよ、勝ち負け両方あって楽しいんだって。少なくとも姫っちは今日大本命って言われるくらい強くて、負けた時の姫っちもいつもは悔しいからすぐにリベンジだって言ってた。だからルリは負けても楽しいってことを教えてもらったつもり。でも今日はルリたちが見に来てたせいかな。そんなことは。あの、ゲームをしている私すら楽しそうじゃなかったですか？それはゲームをしてるところは楽しそうだったと思うよ。でも確かにいつもみたいにうーってやってる姫ちゃんじゃなかったかも。というより最近うーっていう姫ちゃん見てないかも。見ててください。うわー、おお、姫っち燃えてきたね。スクールアイドルでも始まった。まあ盛り上がるのはいいことだよ。最近うおーってなってないか。じゃあ私本気になれてないじゃん。好きを増やすじゃダメだったってこと？じゃあもうどうしたら。あいた。帰りました。と聞こえてなさそうですね。しゃあ、勝ち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 。あ、お姉ちゃん帰ってたの？今さっき。今日も楽しそうですね。何よりです。おかげさまで楽しいよ、すっごく。それは良かったです。本当に。全部お姉ちゃんのおかげ。友達も増えたんだよ。もう寂しくない。だからありがとね。パソコン買ってくれて。
あなたには苦労をかけましたからね。ここまでハマってくれるとも思っていなかったんですが。居心地がいいんだ。ん？なんて言うんだろう。ゲームしてる間は私が私でいられるっていうか、私が認めてもらえるっていうか。そうですか。うん、姫にも好きな場所が見つかってよかったです。好きだよ、大好き。好きすぎて困っちゃうくらい。好きを増やして、やっぱりダメなら私は。よし。うわあ、うわあ、姫ちゃん気合入ってるね。うん、最近迷ってるみたいだったけど、今は。姫さん、ステップ早いわ。もう少し余裕持って。はい、直します。次お願いします。そう、その感じすぐ掴んだわね。さすがだわ。おかしい。私何度もやってるのに。まあまだラブライブまで時間はあるから。ふむ、またしっかり集中できるようになったみたいでよかったですね。それはそうかも。よーし、姫ちゃんに負けないように頑張るよ。一緒に頑張ろうね。姫っち戻ったね。何かきっかけあったのかな。お待たせしました。うん、お疲れ様、姫っち。頑張ってるね。はい、この前はご心配おかけしてすみませんでした。でももう大丈夫です。うん、とりあえず座って座って。実際練習いい感じだよね、姫っち。集中できてる気がする。あ、そう見えます。ならよかった。メグちゃん、あれ、これでもダメでしたか。確かに頑張ってると思うよ。練習に身が入ってるのもそうだし、スクールアイドルが好きって気持ちは伝わってくる。じゃあ何がダメなんですか。何がダメなのかわからない。ダメとまでは言ってないよ。でも何をしたのかは聞きたいかな。不甲斐ないけど、私たちの作戦はうまくいかなかったわけでしょ。だったらどうやって解決できたのかは気になるし。それは、あれ、もしかして姫っち言いたくないこととか。なんかすごい勢いで気持ちが沈んでる気がするけど。いえ、言います。あの日いろいろ考えたんです。二つ好きなことができても、私には両方はできませんでした。それがたとえいくつに増えたとしても。だからゲームやめました。やっぱり最初から甘い話なんてなかったんです。先輩たちみたいにうまくできないならちゃんと絞らなきゃ。だからやめます。待って、どっちかしかやらないっていうのはなし。そう言ったじゃん。そうだよ、姫っちにとって一番大事なことでしょ。ゲームのためにスクールアイドル頑張ってきたのに。
なのにそのゲームやめたら本末転倒だよ。そんなことしなくてもまだ他に方法あるかもじゃん。どうして？でも決めたことなんです。ラブライブでメグちゃんとルリちゃんに迷惑かけたくない。それが今私にとっては一番大事なんです。もしもミラパらしくないというなら、それは私が姫ちゃん決意したことなの？もう揺らがないの？はい。じゃあ泣かないでよ。嘘。やめて。なんでこんな。違うんです先輩、私本当にもうゲームなんか。あのさ姫っち、一個勘違いしてるよ。今回のこと全然迷惑だなんて思ってないよ。そんなの、姫っちのおかげで知れたこともたくさんあった。ラブライブに勝とうってまっすぐ思えてるのだって姫っちのおかげだもん。今回のことだってそれだけのことだよ。ルリちゃん先輩、今日の姫ちゃんは良かったよ。ネグちゃん、それってどういう？だからこのまま行くって意味じゃないよ。ゲームをやめることで姫ちゃんには確かに変化があった。その理由が分かれば、たとえ好きが2つに増えたとしても大丈夫なんじゃないかな。そっか。そうだよね。さすがメグちゃん。理由、でもただ好きなものを絞っただけで。そう決めつけるには早いってこと。まだラブライブまで時間があるのに諦める？そんなことは。私が集中できた理由、好きなものを絞った以外に。ゆっくり探していこう。それにさ、ラブライブのことだって本当は気にしなくていいんだよ。それよりも3人で楽しいスクールアイドルをみんなに届ける方が大事。それに比べたら本当に大したことないよ。メグちゃん先輩、大体だよ姫ちゃん。姫ちゃんが好きになったミラクラパークはスクールアイドルのために何かを諦めてるようなユニットでしたかってんだ。そっか。そっか。そうですね。私は最初からミラクラパークみたいなスクールアイドルになりたかったんだ。ずっと楽しそうで、ずっと可愛くて。ミラクラパークは、へこんでた私にもすっごく元気をくれた。元気のない人も元気にしてくれるルリちゃんと、有り余った元気を楽しいに変えてくれるメグちゃん。私も、そうなりたかった。なのに、そんなミラクラパークの私が、好きなものを我慢なんてしていいはずがない。探します。どうして集中できたのか、その本当の理由は。うん、そうだね。それじゃあまずはどうする？そもそも姫ちゃんって好きって気持ちが人一倍、人100倍くらい強いんだよね。だから折り合いがつかなくなってるわけで。そうだね。スクールアイドルもゲームもすっごく大好きで。はい、それは。姫っち、何か気づいた？メグちゃん先輩、ルリちゃん先輩、私ちょっと死ぬほどゲームしてきます。捨てるなんて言って
ごめんね。私、わかったよ。みんなに教えてもらってたんだ。私だけは、わかってなかった。私は人100倍ゲームが好きで、スクールアイドルが好き。でも、みんなみたいに、わかってなかった。私がなんで、あなたのことが大好きなのか、今、それを知りたい。姫っち、大丈夫かな？大丈夫でしょ。うん、姫ちゃんなら大丈夫。私はそう思ってるよ。うん。メグちゃん先輩、ルリちゃん先輩、聞いてください。わかったんです。なんかよくわからないけど、掴んだ？はい、私わかったんです。昨日はスクールアイドルに集中できた。それは好きなものを一つに絞ったからだと思ってました。でも違った。私の好きなものは最初から全部一つだったんです。一つに絞ったんじゃなくて全部一つ？よくわからないけど、姫ちゃんの中ではもうわかったの？はい、だから今ならお見せできると思うんです。スクールアイドルのステージでもう一度私を見てください。そして私は胸を張ってエントリーシートが書きたいです。いいよね、ルリちゃん。もちろん、姫っちの思いぶつけてほしい。はい、対戦よろしくお願いします。始まるね、メグちゃん。うん、見せてもらおうじゃん、姫ちゃんの気持ち。姫っち、頑張って。皆さん、こんにちは。ミラクルパークの愛王子姫です。今日は皆さんと対戦しに来ました。何言ってんだって感じですよね。でも私にとってはそれがライブなんです。みんなと作る、みんなとつながる、全員巻き込んだ楽しいイベント、それが私の大好きな、私がやりたいライブ。みんなに熱を届けて、みんなの思いを受け止める。私がなりたいのはそういうスクールアイドル。さあ、対戦よろしくお願いします。楽しかった。やりきれた気がする。あ、メグちゃん先輩、ルリちゃん先輩。見てたよ、姫ちゃん。はい、ありがとうございました。ゲーム大会の時と違って、私は私の全力を出せたと思います。どうか最低のほど。うん、すっごく良かったよ。いいステージだったよ、姫っち。集中してるのもそうだけど、なんていうか姫っちらしかった。はい、ありがとうございます。私もね、ゲームとスクールアイドル両方の熱があった気がするよ。本当にいいライブだった。好きなものが一つっていうのはどういうことだったの？私が好きなものは対人戦なんです。言ってたね、ライブで。みんなとつながることが姫ちゃんにとっては大戦だって。はい、私はゲームでならいろんな人とつながれた、ただの一プレイヤーとして。
ゲームが好きな理由はそこなんです。ゲームさえあればみんなと遊べる。ミラクラパークが好きなのはミラクラパークと一緒にいるとルリちゃんともメグちゃんとも一緒にいるみんなとも遊べるからです。ゲームとスクールアイドルにも限らないんです。ギターでセッションしたい、誰かと釣りをしたい、誰かにお弁当を作ってあげたい。私は最初から人とつながれるものが好きだった。だから全部まとめて私が好きな一つが対人戦なんです。そっかそっか、対人戦か。確かにミラクラパークは世界中のみんなで作る時間だからね。姫っち的にはそうなのかも。はい。メグちゃん先輩、ん？今回のことを通して思いました。メグちゃん先輩は楽しい場所を作ってくれる人です。ルリちゃん先輩は誰かに楽しいを作ってあげられる人です。世界中を夢中にする私が大好きなミラクラパーク。だから私はルリちゃんとメグちゃんが作り上げた場所を誰より盛り上げたい。ミラクラパークっていう最高に楽しい場所で集まった人とつながる、みんなと対戦する、そんなスクールアイドルになります。いいじゃん。一人すごく楽しんでる人がいるとその場所ってすっごく楽しそうに見えるから。はい、メグちゃんとルリちゃんが世界中を夢中にするなら私が一番楽しんで、その楽しいをみんなと一緒につなげる。それができたら本当の本当にミラクラパークは最強のスクールアイドルだと思いませんか？